あ、ちょっと待って、OBS、そうだね。顎流星群。顎っていうのが、あははははは、そっちにかかる。待って待って、そうそうそう。待って、壮大な勘違いしてる。壮大な勘違いしてる野蛮が面白い。そうそう、顎っていうのが、剣持ちというの。うまっ。待って、インヌさんうまいんだけど。インヌさんがうまい。こっちに来る。あ、流星群でも出てこなかった。剣持ちとうやがね、顎がシュってなってるからだよね、多分ね。顎っていうあだ名がつけられる。これ、いや、待って、気づきさんの方でかいな。いや、これ、だから、リピドさんと、みんなうまいわ。あと、インドさんの画力がうますぎて、これ、君の名はぐらいまでうまいじゃん、これ。君の名はじゃん、これ。うま。3人一緒のやつで、出なかったっけ？これ、わかんなかった、小槌さんのやつ。あ、こっち？うまくない？ちょっと待って。私調べたらこっちだったんだけど。調べたらこっち出てきたんだけど、違うの？ちょっと待って。違うの？ちょっと待って、審議。あ、そう。待って、リピトさんと一緒になるの恥ずかしいんだけど、マジで。いや、これ結構なクオリティで似てると思うよ。マジで。そう、なんか検索したらね。これ、ふわみなとくんがガーティック本やった時に出てきたのかな？これ。わかんないけど、なんか検索、この名前で検索かけたらなんかこんなの出てきた。そう。リピトさんと一緒のやつ、これ。リピトさんと一緒のやつ出てきたよ。ゲーミングゲロバキ、ゲロ吐き、ふわみな。すごいね。何が元ネタだったんだろう。これ伝言したら失敗したんかな？これ、面白っ。剣持ちってこういう味か。これわかんなかった。あ、こういうやつあんの？あ、こういう、ちょっと、なんか舐めて怖いんだって。怖いんだって。どれが正解なの？どれが正解なの？かわいい。なんか書いてる。私のお題が、グミのキングを歌う二次三次の誰か書いてくださいっていう。あ、そう、あ、かわいい。そう、このポーズしてるんですよ。このポーズして、そう、あ、わかる。画面がね、赤いから、そう。あ、そう、かわいい。かわいい。いいね。あ、かっこいい。そう、かっこいい。ありがとう。いやー、ごちそうさまです。本当はクズハさんとか、他の人も歌ってるよね、でもね。このなんかポーズがね、ああ、いいなー、多分歌わないであろうっていう子たちもみんなね、かけてかっこいい。ちょっとやばいんだけど、ちょっと違うんだけど。わかる、背景赤だからね。ちょっと、口をね、こう、いってやってるやつがね、キングのグミっていうやつなんだけど。そう。デビ様。ああ、デビ、真剣デビ、隠したい投げてるもんだ、そうなのよ。私は自分の書けないものを、書く人に投げる。配信者。かわいい。かわいいね。サラちゃんね。サラちゃん好きなの。寝ずにスマホで音芸する、やしろさんかな。あー、うまくない？ね、うまいよね。きづきさんでいいの？あーってうまくない？ちょっとみんなうまいわ、マジで。太陽さんもうまいわ。あー、かわいい。音芸の音芸の、ちょっと、あ、ライバーいるね。あ、いるね。いや、待って、みんなうますぎて言葉出ないんだけど、これ。めっちゃうまくない？みんな。いや、私、この人書いたけどめっちゃ下手だよ。うわ、うまいわ。アンジュちゃん初めて出たね。サロメ嬢ね。あー、かわいい。うまいな。インヌさんもめっちゃうまくない？マジで。初参加なのに。あ、そうなんだ、太陽さん。うわー、エロい。あー、うまいねー。うまくなーい。あー、まきちゃん、明けおめまだ配信はしないんだっけ？明日からだっけ？まきちゃんとこね。タロメ城ですね。うわー、うまいなー。なんかこれ3位でありそうだもんね。
なんか、サロメってここにこう、サイン入れそうな感じでうまくない？いや、かわいいわ。ね、かわいいね。みんなかわいいね。みんなかわいいわ。私なんか、なんか検索した、出てきた人のちょっと見て書いちゃったけど。みんなかわいいわ。あ、これ、太陽さんのお題だったね。またアゴ族だ。これなんかソーセージなんちゃらのやつ書いたんだけど。わかる人いるかな？殺害起きてんだけど。いや、そんなことないよ、ナヤンさんの。いやいや、かわいいよ、マジで。ちょっと待って、かわいい。かわいい後に、この、顎で戦う剣持ち。高い人多いね。マジで多いよね。部屋の隅で体育座りしてる、リゼヘルエスタ。闇抱えてるじゃん。闇抱えてるじゃん。なに、どうしたどうしたの？ちょ、いいのこれ。いいのかな大丈夫かなあちょっと待って、ちょっと。陰キャムーブなのね。あー、陰キャムーブだったのね。あー、体育座りしてるだけでいいんだけどね。体育座りしてるだけでいいんだけど、なんかもう陰キャ感をみんながさぞやこう、出しに行ってるね。あ、落ち込んでるね、みんなね。あー。あ、これでもう新しいターンなんだ。あ、なるほど。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。またチャンネル登録されている方は通知をオンにしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。